んかすごい大人っぽいところだね。ここは怪獣島唯一のスナックだからね。こちらがママのチビビオランテさん。よろしくね。ああ、よろしくお願いします。みんな悩み事があるとここに相談に来るんだよ。メカのあんた、今日はサービスするやん。ありがとうございます。何するんやん。何飲もうかな。いいわ、あんでもわかるやん。そうなんですか。顔見たら全部わかるやん。はい、おかきやん。おかき？いや、飲み物が欲しいんです。このスナックは乾き物しか出ないんだよ。乾物屋か。飲み物は外の自販機で買うの。いや、もうスナックじゃないじゃん。僕たちも何かもらっていいですか。そう言うと思ったよ。おかきやん。またおかき。で、メカのあんたは何悩んでるんやん。なんかこの島は変な怪獣ばっかでちょっとしんどいっていうか、ツッコミ疲れするっていうか。なるほどやん、なるほどやん、悩んでるやん。でもね、今メカのあんたに本当に必要なのは心のお休みやん。心のお休みですか。体を休めるのも大事だけど、心も同じぐらい休息が必要ってことを言ってるんだと思うよ。ですよね。全部合ってるやん。なるほどね。チビビオランテさん、実は私も悩みがあって、その最近少し気になる怪獣がいて。それ以上言わんでもわかるやん。そういう時に必要なのは心のつけ汁やん。つけ汁？それはあれですか。心がつけ麺の麺だとしたら、今スープに使ってない状態だから、心に休息というスープを与えてあげることで考えがまとまるよ、みたいなことですか。めちゃくちゃいいように解釈するな。全部合ってるやん。マジで？てか心休めろ以外何も言ってなくない。心の休息は大事なんだよ。私、心が疲れてる時はお肌も荒れちゃうな。あんたそういう時何が必要かわかる。心のゴールデンウィークとかですか。いや、ヒアルロン酸やん。ヒアルロン酸。心のヒアルロン酸が足りないと心が乾いてみたいな。全然違うやん。心とか知らんやん。お肌にはヒアルロン酸やん、一択やん。ヒアルロン酸すげー。いや、もう何なんだこのお悩み相談室。まあまあ、メカのあんたにも今一番必要なもん教えるやんやん。じゃあお願いします。今のあんたに一番必要なものは水分や乾き物しか出てないですからね。